6番手から4番小泉夢奈、122期では本格デビュー後の最初の優勝者、ポテンシャル持っている4番小泉夢奈が6番手、最高峰7番浦部香織、今回が落車明けのシリーズです。ジャン前のバックへ入りました。誘導と距離を空けて3番杉浦なる、少しペースが落ちて内に覗いて2番斉藤由紀、2番手に来ますが、この間に4番小泉夢奈も後方から進出。4番畑、1番の畠山翡翠が今度はジャンで先頭に立っています。杉浦は2番手飛びつく格好になって、杉浦と並走が小泉、その後ろも2番斉藤由紀と7番浦部香織が並んだ体勢で、6番の芸城美優がホームから発進、最終周回に向かいました。下城の後ろ5番黒沢夢樹が離れました。先頭は1番畠山翡翠、逃げていって下城を見に合わせる動きになりました。下城のまくりに今度はスイッチ、4番小泉夢奈が2番手に上がるか、 200m を通過しました。あとは打ちかぶっている3番杉浦なる、立て直した5番黒沢夢樹が3番手に上がれるかどうか。前は6番下城美優、この後ろから4番小泉夢奈が追い込んで並んでかわす、小泉夢奈降臨、2着6番下城美優、そして追い込んだ5番黒沢夢樹が3着。